佐野安梅です。看護師として働き続けて49年、転換を発症して35年。振り返ってみると、看護師で転換当事者の私は、転換があろうがなかろうが、病や障害があろうがなかろうが、その人らしく生きていくことを求めて応援し続けてきたの。そしてそのエッセンスだけを詰め込んだのが、この知識より大切なことがあるスーパー指南書、転換と人生。今回解説するのは第2章の転換治療心構え。知っておいてほしいことはたったの4つだから、最後まで見てってね。1つ目、正しい診断と治療のためには情報と記録が重要。診断で一番大切なのは最初の小さな症状。転換発作はいつも同じところから同じような小さな異変が生じるところから始まることが多いの。この小さな症状が転換治療の決め手になるの。生活の変化や発作の引き金も重要な情報。意識が消失する発作中は自分では発作の観察はできないから、周囲の人の協力を得ることも大切。転換診療で最も重要視されるのが問診。その問診に最も役立つのが、あなたの提供する情報と記録だっていうこと忘れないで。正しい診断と治療のためには情報と記録が一番重要だってこと覚えといてね。2つ目、主治医との信頼関係を築く鍵はあなた。医師を育てるのは患者であるあなた自身なのよ。最良の医療を受けるためには医師との良好なコミュニケーションが不可欠。医師の前ではつい優等生でありたいと思ってしまうものだけど、医師にとっていい患者とは正直に何でも話してくれる患者のこと。これまでの病歴や生活歴、自分の価値観や将来のこと、発作に関することだけでなく、発作以外の悩みについても主治医に話し、信頼関係をあなたから築いてね。自分にとっての最良の医療は、自分自身で賢く手に入れるものっていう発想を持つと、今よりももっと満足のいく治療を受けることができるようになるわ。医師と患者は対等だっていうこと忘れないでね。主治医との信頼関係を築く鍵はあなただってこと覚えておいてね。3つ目、当事者もチーム医療の一員。治療生活のリーダーは当事者であるあなた自身よ。医療はチームで行うもの。当事者であるあなたもチーム医療の一員。チーム医療では状況に応じリーダーが変わるの。医療行為のリーダーは医師だけど、転換と共に生きていくこと、暮らしていくことのリーダーは当事者であるあなた自身。どんな生活を送りたいのか、どんな人生を送りたいのかはあなたにしか答えられません。自分の病気と自分の人生の専門家としてチーム医療の一員という自覚を持つことが大切。4つ目、 SNS じゃなく主治医に相談しよう。主治医にはなんとなく質問しにくいので SNS を頼ってます。転換は千差万別。同じタイプの転換であっても、同じ薬を処方されていても、転換の中身は違うって考えるべきなの。医師抜きで当事者同士で症状や治療について相談することは極めて危険。ネットには古い情報や間違った情報もあるんだから。異なるタイプの転換当事者同士がブログや SNS を通じて症状や治療のことについて相談し、かえってお互いに悩みを深めてしまうことだってあるの。転換専門医ですら SNS で治療の相談があれば主治医に直接質問してくださいって回答するわ。 SNS では症状や治療以外の悩みについて相談してね。転換治療心構え。1つ、正しい診断と治療のためには情報と記録が重要。1つ、主治医との信頼関係を築く鍵はあなた。1つ、当事者もチーム医療の一員。1つ、 SNS じゃなく主治医に相談しよう。簡単でしょ？これで十分なの。はい、これで転換治療心構えはおしまい。どうだった？次の動画は知恵袋編、転換と生きる。この動画の最後に関連動画の再生リストを紹介してるから見てってね。皆さんがちょっと元気になるお手伝いができれば嬉しいです。
スーパー指南書転換と人生のデジタル版を無料で配布してるから自由にコピーして使ってね。動画の概要欄にリンクを掲載しておくのでぜひ活用してください。じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。